どうも、トミープティと申します。今回は2015年7月2日にリリースされました。エクソゾンビーズ、キャリアーのイースターエッグである、フラットサム&ジェットサム、ガラクタ、キャリアーで船を沈める、について、解説していきたいと思います。まずはエクソスーツのあるカーゴを目指しましょう。最低でも5000ポイントほど必要なので、可能な限りナイフキルでポイントを稼いでいきましょう。早ければ4ラウンドくらいで入手できます。次にアーマリーにあるテレポートグレネードを購入します。余裕があればエクソスーツを入手する前にあらかじめ購入しておきましょう。ジーズレを購入したら、カーゴのトラップであるチャンピンを起動させます。そして彼が保管庫に戻る際に保管庫内にワークし、中にある電源をオンにします。保管庫内の電源を起動させると、ハッチのランプが一つだけ緑になります。キャプテン DJ の公開日誌を引き継ぐ次のステップに進みます。This voyage of the damned has made everyone fucking crazy.I hear whispers of mutiny. I've taken precautions to lock the door to the engine room so that no one will have access. I then hid the codes where no one can find them. Really? No one? アーマリーにグレネードディスポーザルという装置があるので、最初にテレポートグレを投入し、謎解きが開始できる状態にします。テレポートグレが入ると左上に4種類のグレネードが順番に表示されます。スロットの目押しの要領でタイミングよくフラグまたはコンタクトグレを投入し、右の3つのランプを緑にします。投入する順番は左下の通りです。ポイントに余裕があるのなら、コンタクトグレを随時購入することで早く終わらせることができます。最低でもテレポートグレが3個、フラグまたはコンタクトグレが12個必要となっています。ランプを緑色にできたら、再びテレポートグレを投入して準備します。失敗した場合は途中でテレポートグレを投入することで、リセットできるようです。3つとも緑色にしたらキーパッド A が出てくるので入手します。入手したキーパッド A をハッチに入れます。Captain's Log, Day 11.I was confronted today by some of my senior staff. They demanded the access codes. I reminded them who was in charge of this vessel. And they reminded me I was only one man on a ship of hundreds.3D プリンターから購入したランダム武器を渡します。すると、酒瓶、釣り道具、あるいはポイントをもらえるので、酒瓶を最優先に回収しましょう。もらった酒瓶はウェポンディスポーザル横に落ちています。釣り道具一式はリール、釣り糸、釣り針の3つです。ハズレを引く回数も多いので、最低でも1万ポイントくらいは貯めておきましょう。釣り道具一式はステップ4の2までに揃えれば良いので、ポイントに余裕がなければ後回しにしても構いません。これで完成です。酒瓶を入手したらそれを飲み、バイオラボ、カーゴのゲート横にあるスイッチを押します。スイッチを押すと感知レーザー迷路が発動するので、回避しながら、カーゴ、リフト、ムーンプール、ハンガー、エトスキンデーキ、テレポーター前に落ちているキーパッド D を回収します。ゾンビに追いつかれると厄介なので、這いずりゾンビを残してから挑戦しましょう。ここは右にも行けますが、左の方が安全です。ルートをしっかり記憶すれば全く難しくありませんし、失敗してもクールダウンなしで挑戦できます。
この初期部屋のテレポーター前にキーパッド B が落ちています。 I think it got me. 入手したキーパッド B をハッチへと投入します。次はバイオラボにある壊れたテレポーターを修理します。10ラウンド以降になると出現するテレポートゾンビからテレポートグレの破片を一定数回収します。おそらくゲームごとに集めなければならない数が異なっており、13個でいい時もあれば16個の時もありました。また入手するたびに設置しないといけないので、テレポートゾンビを複数同時に倒してはいけません。マップを大きく使い上手に破片を集めていきましょう。20ラウンドまでに修復が完了できるのが理想的です。テレポーターの修理が完了したらスコップを釣り上げます。ここではゴミ、ポイント、小魚、スコップのどれかが釣れます。スコップを所持したままテレポートグレの破片は集められないので注意しましょう。修復したテレポーターを使用し孤島にワープします。そこでスコップを使いキーパッド C を掘り起こします。失敗してもテレポーターは30秒くらい待てば再使用可能になるので、ある程度掘った場所を記憶しつつ残りを攻めていきましょう。それにしても本当に不思議な島ですね。嵐が来たら島ごと消滅しそうだ。入手したキーパッド C をハッチへ投入します。Day 13. Darla turned on me as I knew she would. Despite the untold pleasure and pain she inflicted upon me, I would not give up the codes. I'm bleeding out from the stab wounds and blah, blah, blah. I think I should go back and reread day 12, no? Experimental weapon upgrade station online.ランダムに出現するパワーアップドローンにこれまで一度も遭遇していない場合はロッカーを調べましょう。このステップまで来ると通常であれば一度に1体しか出現しないドローンが2体同時に出現するようになります。破壊すると片方はパワーアップアイテムで、もう1本にはレバーが入っています。この射撃は砲弾と分解で行うことになるので、絶対に失敗したくないですね。中身をしっかりと確認することが一番重要です。回収したレバーはムーンプール内の 3D プリンター近くの装置に組み込みます。次にムーンプールにある3カ所の強化ガラスの上でゾンビを倒す。やつらの手の種を引き寄せます。来ましたね。サメの誘い出しに成功したらレバーを引き、ゲージをプール内に投下します。そしてゲージ内に入り、サメの歯に挟まっているキャプテン DJ の眼球をナイフを使って回収するのですが、今回は失敗してしまいました。眼球の回収に何度も失敗する場合は小魚を釣り上げます。小魚を所持している場合はゲージ内で待機しているだけで小魚と眼球を交換してもらいます。心配であれば、あらかじめ小魚を釣っておくと楽です。回収したキャプテン DJ の眼球を彼のロッカーで使用し、鍵を開けます。中にキーパッド D が入っているので回収します。回収したキーパッド D をハッチへ投入します。ランプが全て緑色になっていれば大丈夫です。Well, no shit.It's because Darla did him in, dumbass. Quote, we assume he is dead. Darla pretends to have no knowledge about it, but I'm convinced she went to see him. Perhaps she'll target me next. Yeah. You should be so lucky, First Officer.
最後にこの船を破壊するために必要な C4、ウェポンディスポーザルの腕からもらいます。例のごとくランダム武器を腕に渡し、C4 を受け取ります。受け取った C4 を持ってハッチへ行くと、ゲーム終了と同時にトロフィー、ガラクタが解除され、謎解きが完了します。アウトブレイクやインフェクションとは異なり、明確な終わりがある謎解きとなっています。もちろん報酬はありませんが、ステップ4や合金になると、ハッチ前で武器レベルを25まで上げられる武器アップグレードが使用可能になります。高ラウンド目的で解除するには難しすぎるので、おまけみたいなものですね。Lilith, what are you doing? Oz? Are you kidding me? Oz is dead. That asshole shot him. It's just another stupid zombie. Let's just go. 厳重にロックされた船内部に C4 を設置することに成功した主人公たちだが、そこには変わり果てたオズの姿が。ご視聴ありがとうございました。